何か思い出したら連絡してって言ってたから。入ってもいい？ああ。飲み物は？ええ、水を一杯お願い。座ってなさい。ありがとう。思い出したことがあって、大したことじゃないけど、ジョニーがいなくなった日の朝に手紙が届いたの。手紙？どんな手紙だ？ジョニーの父親宛てだったわ。中身はわからないけど、封筒を開けてすぐに出て行った。彼とはそれっきりよ。君はその手紙とジョニーの死が父親の失踪に関連していると思うんだね。手紙について他に何か覚えてる？ええ、なんとなく封筒を取っておいたの。普通の手紙だ。住所を除いてはな。住所？古いタイプライターで打ってある。手がかりになるかもな。ありがとう、ローレン。何か分かったら知らせ。待って、あなたが犯人を探してる間ただ座って待ってるなんてできないわ。あなたが来てからずっと考えてたの。私も連れてって、調査を手伝うわ。君が手伝えるようなことはない。気持ちは分かるが無理だ。手伝わせてくれないなら封筒はあげないわ。どうするの？いいかい、この手の調査は危険なんだ。
ボディーガードをする暇はないんだよ。どれだけ手がかりがあるの、シェルビーさん。この封筒が唯一の手がかりかもしれないのよ。わかった。時間を取らせてしまってごめんなさい、シェルビーさん。待った。君は大した人だな、ローレン。認めるよ。ただの母親よ。息子を殺した男を見つけたい、ただそれだけ。じゃあパートナーね。パートナーだ。君は車に残っていろ。私たちはパートナーでしょ。一緒に行くわ。ここに何しに来たの？ゴーディ・クレーマーに会いに。クレーマー？あのクレイマー建設の社長の？その息子だ。その人が折り紙殺人鬼なの？とりあえずはいくつか聞きたいことがあるだけだ。家具の話はまた次の機会にな。長くなりそう。ここなんだか落ち着かないわ。ゴーディ・クレーマーを探してくる。戻るまでここで待ってて。いいね。オーケー。用があったら行ってね。いやいいパーティーだな。いや初めてかい？見たことないな。まあこれから仲良く頼むよ。おお、あんたいいやつだな。気に入ったぜ。今日からあんたは俺の幕弟子。この仕事の特典ってとこか。新しい友達獲得だ。ゴーディに会いたいんだが。ゴーディは誰にも会わない。うせろ。とにかくスコット・シェルビーが話したがってると伝えてくれ。いいね。イライラするやつだが、俺が切れる前にうせろ。ゴーディ・クレーマーに会いたきゃ他の方法を考えないとダメか。うわぁ、あそこの男知ってる？おう。あいつ君のこといろいろ言ってたぞ。なんて言ったんだ？あの野郎め！ただじゃおかれぞ！てめえ、こんなクソ野郎！悪口言ってたらいいじゃねえかよ、この野郎。ああ、そうか。自分がタグだとでも思ってんだろ、お前。あ、おい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 。やるか。お前だ、お前に言ってんだよ。俺の奥さんなんだって。俺に喧嘩を下ろしてるのよ、ほら。俺が誰だか知るか？
クレーマーさん、今いいところなんだ。私はスコット・シェルビー、私立探偵です。折り紙殺人鬼の事件を調査しています。あなたにいくつか質問が。ジョセフ・ブラウンに何が起こったのかお聞かせ願いたい。うせろ、聞こえた。とっとと出てけ。何が知りたい。ジョセフがあなたのリムジンに乗ったという目撃情報がある。その後あの子は失踪した。あなたはすでに逮捕され尋問を受けたが、父親の圧力で事件はお宮入りだ。あなたの言い分を聞かせてもらいたい。あのガキは迷子だった。家まで送ってやろうとしただけだ。警察が来たからちゃんと説明して誤解を解き釈放された。それだけだ。騒ぎ立てるようなことじゃない。違うか。いいか、おい、あんたの話はまるで信用できん。口から出まかせだ。本当の話をしろ。いいだろう。俺が折り紙殺人鬼だ。俺が犠牲者を車に乗せ雨水で溺れさせた。それから手に折り紙を持たせ、胸に蘭を乗せて荒れ地に死体を捨てた。なんでそんなことしたかって。退屈だったんだよ、シェルビーさん。クリエイティブで楽しい暇つぶしだろ。これで十分だろ。まだ不満か。インタビューは終わりだ。このバカを追い払え。あんたのやってるゲームはとても危険だ。俺の親父は知ってるだろ。あの人が指を一本上げればお前の命はおしまいだ。危険を恐れるべきなのはお前だ。俺じゃない。